男の名は高橋。55歳になる今年まで、会社のためにがむしゃらに働いてきた。しかし、ある日を迎えることになる。定年である。最近の会社は、60歳定年に移行する企業が増えてきたが、高橋の勤める会社は、未だ55歳定年制を敷いていた。今日は最後の出社日。同僚に、花束と、ゴルフ好きの高橋のためにパターを一本送られ、感激と感慨を胸に、妻の松はがやに家路を急いだ。家は郊外にある新興住宅地の一戸建て。子供はいない。妻、智子との生活も30年もの長い付き合いになると、言葉で確認しなくても、最後の勤めから帰ってくる夫をどのように迎えるかは、分かっていると思っていた。しかし、家には明かり一つ灯ってはいない。帰る時間は伝えてある。おかしい、絶対に変だ。妙な胸騒ぎを感じた。智子は、普段どんなに御前様になろうが必ず出迎えに来る、至って気真面目な、シャレやユーモアをほとんど下せない女だ。また、それは高橋にしても当然のことと思っていたし、今日みたいな特別な日はなおさらだ。急に具合でも悪くなって病院にでも行ったのかな？最初はそう思ったが、同時に別の考えもあった。それというのも、今日まで高橋にとって、仕事が全てであり、家庭を顧みることがなかったからだ。逆に邁進すればするほど出世が早まり、妻にとっても、より安定した生活が保障されることになる。だから感謝されこそすれ、不満に思うはずはないと高をくくっていたのだ。しかし、これといって、家事や留守番以外特にすることのない智子が、まるで生きる目標のない様子で過ごしている様は、鈍感な高橋にもわかっていた。ひょっとして見下り犯？それも定年のこの日に？考えたくはなかったが、呼べども呼べども姿は一向に現さない。何のつもりだ？なんでよりによって定年のこの日に、こんな思いをしなけりゃいけないんだ。そう思った途端、ムラムラと怒りがこみ上げてきた。智子、どこにいるんだ智子。いたら返事ぐらいしろ。真として反応はない。高橋は靴を脱ぐのももどかしく、真っ先に茶の間の明かりをつけた。テーブルの上には、宛名のない白い封筒が置かれていた。まさかと思っていたことが現実になった。高橋はめまいすら覚えた。そして恐る恐る封筒に手を伸ばした。封筒の中の手紙には、こう書いてあった。30年という大切な私の時間を奪われた代償に、あなたのこれからの人生を奪わせてください。智子。全く理解できなかったが、言い回しは強烈だった。一体誰のおかげで毎日を過ごせたと思っているんだ。誰が日々の食い口を稼いできたと思っているんだ。私の時間を奪われた代償？今までの30年は無駄だったというのか。これからの人生を奪わせて、いなくなることで不便さを味合わせようというのか、それともまた別の意図があるのか。そこまで考えたとき、襖の後ろから声がした。読み終わりましたか？高橋はビクンと体を震わせた。どこにいる？出てこい。こっちへ来てちゃんと説明しろ。出てはいけません。それに説明する必要もないでしょう。どういう意味だ？襖を開けてごらんなさい。妻の指示に高橋は唾を飲み込んだ。そしてゆっくりと襖の前に立つと、一気にそれを引き開けた。声も出なかった。予想もしていなかった光景に、叫ぶことすらできなかった。狭い廊下を隔てて、茶の間の向かいにある、和式トイレのドアが開け放たれていた。トイレそのものの照明はついてなかったが、代わりにゆらゆらとろうそくの明かりが揺らめいていた。その明かりに照らされ、妻の智子が白装束を身にまとい宙に浮いていた。理解するのに随分と時間がかかった気がした。よく見ると智子は、トイレに椅子を持ち込んで、その上に立っていた。しかも、首には天井から下がるロープが何重にも巻かれていた。同様に足首、手首にもロープでぐるぐる巻きにしていた。なんということだ。説明する必要がないと言ったのは、こういう意味です。一体何が不満でそんな真似をするんだ。とにかくそこから降りて冷静に話し合おう。説得は無理です。ここから飛び降りることに決めたのですから。バカなことはよせ。どうせ私はバカです。そうじゃない、そんなつもりで言ってるんじゃないんだ。いいえ、私はバカです。
バカでなかったら、あなたに30年もお付き合いして、人生を無駄に費やしたりするものですか。私がここで首を吊ったら、あなたの人生はおしまいですね。たとえ長生きなさっても、妻にこういう形で死なれては、寝覚めが悪いどころの騒ぎではなくなるでしょう。今まで家庭を顧みることもなく、すべてあなたの言いなりになっていた、私に対してなさってきたことの仕返しに、あなたのこれからの人生を奪いたい。それだけです。とも子。説得を受け付けないというとも子を、なんとか解き伏せねばと思いつつも、最悪の事態となった時、どうするべきかを高橋は考えた。全体重がかかったロープをほどくのは容易ではない。しかしとも子が首を吊ってから、置き場所さえ把握もしてない包丁を探してきて、トイレに引き返しても間に合わないだろう。かといって、先にロープを切る道具を用意しようとキッチンへ行こうとすれば、即座にとも子は椅子を蹴ってしまう。まさに近づくことも、離れることもできなかった。だが、いつまでもこうしてるわけにはいかない。仮にトイレに突き進んで、とも子が椅子を蹴ったとしても、間髪入れずに宙に浮いた体を支えることはできるだろう。だが、その体を預けられた状態で、ロープを解くのは至難の業だ。というより不可能に近い。しかし、いつまでも支えきれるものではないし、手を離してしまえば、結局は高橋が妻を殺したも同然の形になってしまう。冗談じゃない。だったら何もしない方がいいのでは？大体、俺をこんなに苦しめる女房を助ける必要があるのか？いっそとも子には死んでもらって、周囲の同情を買うのが正解かもしれない。そうすれば、一回ぐらいは介護債をもらうことができるかもしれない。そこまで思いを巡らせたとき。さようなら、あなた。妻の声に、高橋ははっと我に返った。とも子の揺れが大きくなってくる。両手両足の自由が利かない状況では、もはやバランスを取るのが不可能というギリギリのところまで揺れていた。助けなければ、もうすぐ俺の妻が死んでしまう。一瞬はそう思ったが、まるで金縛りにあったかのように動くことはできなかった。とも子自身のために救おうという気にはならなかった。愛がない。後先考えずに妻の体を支えるということは、結局愛がなければできないことが分かった。1時間でも2時間でもいいから必死に支えられれば、たとえ自分が力尽きても、そしてその結果妻が死に至ったとしても、それは最高の愛がもたらした結末なのだ。そこまで高橋の脳は理解した。が、行動には移れなかった。愛がないからだ。とも子の体の揺れは限界を超えていた。と、一瞬、とも子と高橋の目があった。お願い、あなた。少しだけでもいいから私を支えようとして。妻の目はそのように懇願していた。高橋にはなぜかそれがはっきりとわかった。途端に、ろうそくの炎に照らされたとも子の顔が、半若に変わった。でー。聞く者の毛を逆立てするような悲鳴が、56歳のとも子の喉からほとばしった。それを聞いた高橋の全身に鳥肌が立った。高橋にはもうそれ以上見ることができなかった。高橋は目をぎゅっとつぶった。ダーン、という大きな音がした。高橋は全身をガクガクと震わせた。ガチガチと歯が鳴った。震えは、1分、2分、3分と続いた。その間目はつぶったままだった。とてもじゃないが、目の前の光景を直視することができない。妻の形相がまぶたに焼き付いて離れなかった。逃げ出そう。とにかくこの家から、足が動けるようになったら。5分ほど経った頃、ようやく震えが収まってきた。そして目をつぶったままじりじりと後ずさりを始めた。と、その時である。えへへへへ。笑い声がした。なんだ。その場に凍りついた。えへへへへへへへ。誰の笑い声かすぐにはわからなかった。えへへ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 へ。声が徐々に近づいてきた。どう考えてもとも子そっくりの声をしている。妻は首を吊ったはずだ。そんなとも子が笑えるはずがない。しかし徐々にその声は近づいてくる。えへ、えへへ、えへへへへへ。高橋の体の硬直度は、金縛りなどという生優しいものではなかった。全身が金属になってしまったかと思うほど、恐怖のために筋肉が突っ張っていた。えへ、えへ。
ついに笑い声は高橋の真ん前に来た。そして息が顔に吹きかかる。首を吊ったトモコが歩いてきた。そんなバカな。高橋は思い切って目を開けた。目の前に妻のトモコの顔があった。いつの間にか手足に巻きついていた縄をほどき、自由になった両手にろうそくを持っていた。そして、トモコは笑いながら泣いていた。トモコ、お前、一体。それ以上言葉が出なかった。試されたのだ。最初から死ぬつもりはなかった。ギリギリの状況を作って、夫がどのような態度に出るのかを試したのだ。しかしあまりにも冷酷な結果を突きつけられ、トモコは自分の人生が何であったのかわからなくなったに違いない。そして、そのショックで。えへ、えへへへへ、お、おお、おお。今度こそ演技ではなかった。お、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 おお。トモコはろうそくを持った両手を高く突き上げ、天井を仰いで号泣した。トモコの号泣は、ほとんど獣の咆哮のようになった。次から次へと溢れ出る涙が、シワだらけの顔をテラテラと光らせた。高橋は呆然自失の体で、それを見つめていた。とうとう自分は、強引に妻の元に引き戻された。そして、もはやこの先の自分の人生は、なくなったのだと。